こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではですね、本日発売になりましたユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボ商品をですね、実際に買ってきましたので、早速当日にですねレビューをしてみたいなというふうに思っています。まあ、毎シーズンですねユニクロはいろんなコラボレーションをするわけなんですが、まあ、定番的なものといえばユニクロ U、 そして最近始まってですね大人気なのがプラス J なわけなんですけども、それとはまた別にですね、その時に旬なデザイナーとまたコラボレーションを組むというようなものをですね定期的にやっているんですが、今回はですねホワイトマウンテニアリングとですねコラボレーションということで、かなり楽しみにしている方も少なくないんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、僕自身もですねすごく楽しみにしていまして、というのもですね事前に動画を上げていましたが、そこで発表になったダウンですね、これがですねめちゃくちゃ良かったんですね。これがもう今回の目玉だと思っていまして、それから他にもいくつかですねラインナップが公表されたわけなんですが、どれもですねバランスが良くて、個人的にはですね傑作のシリーズになるのかなと思ってましたので、今日いち早くですね購入をしてきたので、早速ですね前置きはこのあたりにしまして、皆さんに実物をレビューをしてみたいなというふうに思っています。まあ、ちなみにですね今回買ったのは全部で4点ですね。僕個人で着るものが3点と、妻と一緒にですねシェアするものが1点という形で4点買ったわけなんですが、どれもですね非常に気に入っていますので、これから着ながらですね本音でレビューをしてみたいなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に購入したものをご紹介したいなと思ってるんですが、なんといっても1点目にご紹介しなくてはいけないのはこちらのですね、名前はハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーのブラックですね。これだけは絶対に外せないなと思って真っ先にですね駆け込んでこちらを手にしたわけなんですが、間違いのない名品でしたね。まあ、ちょっとですね全体を見ていただきたいなと思うんですが、こんな感じですね。まあ、サイズ感は最初からちょっとゆったりめになっています。僕は身長164センチ53キロとかなり小柄なので、通常のベストサイズは S なんですが、まあ、場合によってはですねトレンド感を出したいのでワンサイズアップすることもあったりするんですが、こちらに関しては S を選びました。まあ、サイズ感はゆったりしているので十分ですねこの適正サイズを選んでも今のトレンド感のあふれるようなサイズが実現できるのかなと思ってます。ただよりトレンド感を強く出したいという場合はワンサイズ上げてもらうのも全然いいかなと思うので、このあたりはですね好みに応じて選び分けてもらうとすごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。これがですね価格12,900円ということでめちゃくちゃ手軽ですよね。まあ、ホワイトマウンテニアリングのお店にも時々足を運ぶんですが、やっぱりダウン系のアイテムになってくると8万円ですとか10万円以上のものも増えてくるので、なかなかですね気軽に買いづらいんですが、今回はユニクロのコラボということで12,900円、これは驚きの価格ですね。まあ、普通にですねダウンを買うといってもなかなか1万円台前半というのは珍しいんですね。まあ、セレクトショップなんかで買っても1万円台後半、中には3万円だとか3万円台後半のものもあったりするので、そういったものに比べればはるかに手軽ですし、なおかつですねデザインは非常に凝っているわけですね。まあ、注目したいのはですねこのポケット使いなんですね。まあ、いくつかですねポケットがありまして、胸にもありますし腰部分にもついていて、このポケットがデザインのアクセントになっているんですね。まあ、ユニクロの通常ラインにもですねこのようなダウンはあるわけですが、そういったものに比べるとデザイン的にはやりすぎ感はなくて、なおかつですねセンスよく見えるようなディティールになっていて、このあたりがですね満足度が非常に高いかなというふうに思ってます。まあ、機能的にもですね優れていて、止水ジップがついていたりだとか、あとはですね個人的にめちゃくちゃ嬉しいのはこのジップですね。メインのジップがダブルジップになってるんですね。まあ、ダブルジップというのはですね、まあ、ちょっと上げてみるとわかるかなと思うんですが、通常はこんな感じでジップを上げますね。そしてこの状態の見え方がまあ一般的だと思うんですが、ダブルジップというのは下のジップがですね開けるようになってるんですね。こんな形で着てもらうとちょっとですねシルエットを変えることができるんですね。まあ、今はですねちょっと暑いので内側 T シャツ着てますが、内側に着てるものをですね胸元から見せるだけではなくて裾部分からも見せることができるので、着こなしの見せ方にかなりですね幅が広がるので、
このダブルジップになっているというところは個人的にめちゃくちゃ良かったなというふうに思っています。そして素材の感じなんかも非常にいいんですね。表面にはですねちょっとした光沢感があるんですが、この感じが品があってすごくいいんですね。まあ、ダウンというところで少しカジュアルなアイテムなので、この素材の質感の良さというところは注目したいところなのかなというふうに思っています。ただですねちょっとこう張りのあるようなダウンの雰囲気ではなくて、少しですね適度なシワが入ったりするので、このあたりは人によって好き嫌いが分かれるところかなというふうに思ってます。まあ、僕自身は張りのあるダウンも好きなんですが、まあ、これぐらいですねこなれた感じの雰囲気も好きなので、全く問題なくですね使い倒したいなというふうに思ってます。まあ、特にですねこちらのダウンに関しては子供と遊ぶ時だとかアウトドアだとか、まあ、そういった場面で使うことも多いので、割とこういった感じの方がですね気軽に使いやすいかなと思うので、そのあたりは好みが分かれるところなのかなというふうに思ってます。個人的にはですね下はこうスラックスみたいなもので少し綺麗な感じに振ってあげるのがいいかなと思います。まあ、タイトなスラックスというよりはワイドテーパードぐらいのですねもも周りにゆとりがあって、膝から下に関しては少しテーパードが効いているようなもの、そういったものを選んでいただければ結構都会的なスタイルがダウンをメインにしながらも作れるのかなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですねダブルジップになっていて、こんな形で着てもらうのもいいかなと思いますし、先ほどのように前開けてもいいかなと思いますし、もちろん全部閉めてもいいんですね。ちょっとやってみますね。はい、こんな感じですね。首元までしっかりと覆われて、まあ、襟の立ち上がりに関しては、まあ、十分だと思います。ものすごく立ち上がりが綺麗かというとそこまでではないかもしれないですが、不満があるような形ではなくて、非常に襟周りのボリューム感だとかバランスもすごくいいので、締めた状態もすごく美しいような形になっていまして、この状態で下だけちょっと開けてあげるというのもですね着方としてはバランスがいいかなと思うので、様々なスタイルが想定できるようなめちゃくちゃおすすめのダウンだと思います。12,900円だとなかなかですねそもそもダウンの選択肢がない中で、なおかつですねホワイトマウンテニアリングのコラボということで、もちろん素材の質感だとかもっと張り感があった方がいいなというところ感じなくはないんですが、価格とのバランスでいったら十分に満足できるクオリティなので、これは本気でですね皆さんにお勧めできるアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、現時点でオンラインで確認をしてみましたが、まだまだ在庫がありそうなので、まあ、とは言ってもですね決して多い在庫ではないと思うので、なるべくですね動画を見た方は早めにですねチェックをしていただくか、もしくはお近くの店舗で見てみるのもいいかなと思うので、このダウンはですね今期の一押しなので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目購入したのはこちらですね。まあ、商品名をお伝えしますと、フリースフルジップジャケットかっこ長袖、色はですね2色ありましたが、僕が選んだのはブラックですね。まあ、これはですね悩みどころではあったんですが、まあ、オリーブ系の色、これまたすごくいいんですけども、ちょっと色が明るかったかなと思うんですね。そうなるとちょっとミリタリーっぽさが強くなってしまって、普段使いにはですねやっぱりシャープに見えるこういったブラックの方がいいかなと思いました。まあ、素材的にもフリースなので結構素材の雰囲気としてはカジュアルなので、色で遊んでしまうよりはもうグッと引き締めたブラックの方が個人的にはおすすめなのかなというふうに思ってます。でサイズなんですが、僕が今回選んだのは M サイズになりますね。先ほどのアウターは S でしたが、ああいったですね結構ボリューミーなアイテムに関してはそこまでサイズを思いっきり上げるのではなくて、通常のサイズを選んで間違いがないかなと思うんですが、こちらに関しては割と着丈もですねコンパクトなので、ちょっとワンサイズ上げたぐらいの方がバランスが良かったんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、デザインはですね結構凝ってまして、通常のフリースとはですねかなり異なるかなと思います。ジップアップタイプになってまして、形としてはちょっとこう MA1 のような形になってまして、このあたりもですねトレンドに合わせたようなデザインになってて、まあこれはすごくかっこいいなと思いました。まあ、重ね着の要因としても使えるかなと思うので、もうちょっと季節が進んで真冬になったらこの上にロング丈のアウターなんかを着てもバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、素材使いがですね、なんといっても面白いんですね。フリースなんですけども、素材がこちら、ちょっとさらりとした目の細かいものからざっくりとしたものまで2種類が使い分けられてるんですね。そして胸元のポケット部分も違う素材が使われていて、めちゃくちゃ凝ってるんですね。こういった作りのですね、面白さというところは、やはりですね、ホワイトマウンテニアリングらしさが存分に発揮されているのかなというふうに思ってます。まあ、ユニクロの通常のフリースも使い勝手はいいんですけども、どうしてもですね、いろんな方に着ていただきやすいような
使いやすいデザインになっているかなと思うんですが、こういったデザイナーとのコラボレーションラインというのはやっぱりですね、万人向けではないと思うんですね。ちょっとデザイン的には特徴があるものなんですが、かといって過敏になりすぎることはなくて、すごくバランスがいいと思っていて、個人的にはですね、このフリースもすごい気に入っていますね。まあ、質感で言ったらですね、これはもう死角がなくてもう完璧な仕上がりだと思っているので、これからの季節ガンガン使い倒したいなというふうに思ってます。今日は結構暑いので T シャツの上にさらりと羽織ってるんですが、まあ、それぐらいの使い方でもいいかなと思います。 T シャツの上に気軽に着てアウトドアだとかワンマイルウェア的に使ってあげるのもいいかなと思いますし、この上にですねダウンなんか着ようものならもう真冬でも暑いぐらいなので、かなりですねこれはこれからの秋冬の季節にですね重宝するアイテムなのかなというふうに思ってます。おそらくオンラインではこっちの方がサイズの欠品が出てるぐらいなので、ぜひ皆さんもですねオンラインで見つからなくてもまだ店舗だと置いてあるかなと思うので、早い段階での購入をですねお勧めしたいなと思ってます。まだまだなんだかんだであったかいので、そこまでですねテンション上がらなくて買わない方もいると思うので、今時期に買っておくというところが本当におすすめなので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目に購入したのがですね、今僕が着ているプルオーバータイプのフリースなんですね。これもですねちょっと試着をしてみたら欲しくなってしまって購入をしました。本当は買う予定ではなかったんですね。今回ですね僕がチェックしていたのは一番最初のですねダウン型のアウターと、それとジップ式のフリース、この2点だったわけで、まあ、正直ですねフリース2つあってもそんなに使えないかなと思ったんですね。そしてもう一つですね、僕は今季パタゴニアのですねフリースを購入してまして、そちらがシンチラというモデルで結構形が似ていたんですね。ですので2着は買う予定はなかったんですが、まあ、ただですねこちら試着したらめちゃくちゃ良かったし、なんといってもですねこのフリースが2990円ということで3000円を切る価格帯なんですね。これは正直ありえない価格設定なので、まあ、僕はもう思わずですね使う予定で買ってしまいました。非常に満足してますね。まあ、サイズに関してはですね、まあ、通常 S サイズなんですが、あえてワンサイズ上げて少しゆったりめのシルエットにしています。まあ、見ていただくとですね、まあ、身幅にもゆとりがありますし、着丈もですね程よく長い感じなんですが、まあ、こういった形で、まあ、アウター的に羽織るのであれば少しゆったりめもいいかなと思いますし、あとは重ね着をよく使いたいなという場合には、まあ、通常サイズを選んでもらうのもいいかなと思うので、そのあたりは好みで選んでいただくとすごくいいかなと思います。最近パタゴニアのシンチラも含めて結構こういったものがですね旬になってきているので、まあ、一つ取り入れるだけでですね結構使い勝手がいいし、今っぽい雰囲気は出しやすいのかなというふうに思ってます。それに何といってもあったかいんですね。まあ、今日はですねこういったフリースの発売日にしては暑いぐらいの陽気なので、実際 T シャツの上に着てますが汗ばむぐらいなんですね。まあ、それぐらい暖かいので、まあ、こちらを主役にした着こなしもいいと思いますし、この上にですねロング丈のコートを着るともう最強ですね。首元までしっかり温まるので非常に使い勝手がいいんじゃないかなと思います。僕はちょっと今暑いというのもあるんですが、あえてボタンは1個だけ止めて、上の部分は開くようにして、下に着ているですね T シャツを見せるようにしています。まあ、下に着ている T シャツは白とかそういったもので明るさを出してあげるとバランスがいいかなと思ってまして、少したっぷりめの T シャツで襟元から出してあげたりだとか、裾の部分ですねここから白が覗くとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。他にはですね白のバンドカラーシャツなんかも相性がいいかなと思ってまして、ちょっときれいめなアイテムなんですけども、襟元からですねバンドカラーの襟部分が見えて、なおかつ裾の部分からシャツが覗くのもすごくバランスがいいかなと思うので、そういった着こなしもぜひ楽しんでいただければなと思ってます。まあ、カラー展開は結構迷いどころで、僕は今回ブラックを買ったのは子供と遊んだりだとか家族で過ごす時にも、まあ、ある程度汚れが気にならないというところでブラックを選んだわけなんですが、こういったちょっと明るさのあるホワイトですね、これまためちゃくちゃいいんですね。まあ、表記はナチュラルということでホワイトよりは少しですね黄みがかった形なんですが、まあ、雰囲気すごくいいですね。まあ、差し色的に使っていただくのもいいかなと思いますし、我が家ではですね夫婦兼用で使おうかなと思ってるんですが、こういった色もいいと思いますし、結構価格がお求めやすいので2色ぐらい持っておいていいかなと思うような、そんなフリースなので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では本日発売になりました
ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションラインをですね、最速レビューという形で皆さんにお届けさせていただきました。結論を言うとめちゃくちゃ良かったです。まあ、僕らのような30代40代の大人世代にもですね、着こなせるものがたくさんあったので、ぜひですね、店頭で見るか、もしくはオンラインでチェックをしていただければなというふうに思ってます。個人的には想像以上に良かったので、これからの季節使い倒したいなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですね、今回買ったものは4型ある中の3型なんですね。他にはですね、ウルトラライトダウンオーバーサイズジャケットというものがありまして、これまたですね、実際に試着してみたんですが、すごく良かったです。まあ、このようなですね、インナーダウン的に本来は使うものなんですけども、こういったものをアウター感覚で羽織るという着こなしは最近はちょっとトレンドになっていまして、まあ、ユニクロ U でも同じようなものがあるかなと思うんですね。まあ、僕もですね、去年そういったものを買いまして、めちゃくちゃ重宝していて、個人的にも気に入っているので、まあ、本当に良かったんですが、ちょっとキャラが被ってしまうので、今回は購入を見送りましたが、こちらのカラーですね、ブラックですとか、あともなかなかオリーブも良かったかなと思います。一番外側に羽織るにはちょっと明るい感じはしましたが、このアウターの上にロング丈のコートを羽織るのであれば、結構オリーブの雰囲気も良かったかなと思うので、まあかなり良かったコレクションなのかなと思ってます。まあ、今までですね、いろんなコラボレーションを見てきましたが、ここまでですね、全部のアイテム良かったというのはなかなか少ないので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思ってます。ただカラーで言うと、全体的に僕はですね、ハズレのないブラックがやっぱり使いやすいかなと思ったんですね。まあ、一番最初にご紹介したハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーですね、これなんかもですね、ネイビーもあって、僕は個人的にはネイビーという色好きなんですけども、ちょっと色が明るいんですね。ジャケットだとかコートだったら僕はネイビー系を選ぶことも結構少なくないんですが、今回のホワイトマウンテニアリングのコラボレーションに関しては、シャープに見えるシャキッとしたブラックの方がやっぱりかっこいいかなと思うので、このあたりは間違いのないブラック推しで今回は行きたいなと思ってますので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思っています。まあ、これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの基本を分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。